はい、本日はですね、ゴアテックス VS フューチャーライトのお話をしていきたいなというふうに思います。でもそちらがこちらになってるんですけども、よくわからへん人からしたら、これノースフェイスのジャケットが2着並んでるだけで色違いなだけちゃうんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こちらがですね、ノースフェイスが独自で開発してるフューチャーライトという生地を使ってて、こっちのネイビーの方がゴアテックスという生地を使用してるんですが、まあそれがどういうふうに違うのかっていうのをこの動画では比較していきたいなというふうに思いますので、早速特徴を見ていきたいなというふうに思います。でまずアイテムの紹介からなんですけど、こちらのネイビーの方がクライムライトジャケットって言って、まあノースフェイスの中でも人気のあるタイプのゴアテックスを使っている防水ジャケットで、こちらの方がドリズルジャケットって言って2020年から発売された新しいモデルになってるんですが、ゴアテックスは使用していなくて、同じ防水生地にはなってるんですけども、こちらに関してはノースフェイスが自身で開発した新しい生地を使ってて、その名前がフューチャーライトということになってて、その生地の違いとか構造の違いっていうのをできるだけ分かりやすく今からお話していくつもりではいてるんですが、まずざっくり同じ部分ってじゃあどんなところが同じなんていうところだと思うんですけど、あのジャケットの違いは例えばこのロゴが刺繍とプリントが違うとか、ポケットの位置の高さが違うとかあるんですけど、まあジャケットの違いではなくて、今回は生地の同じ部分っていうところを見ていくんですが、まず同じ部分っていうのが防水暴風透湿性があるってことで、雨とかでビシャーと濡れても全然中まで浸透してこなかったりだとか、あと強風で風が吹いたりとかして、もうよく台風の時とかってアナウンサーの方がなんかリポートしてると思うんですよ。ヘルメットかぶってメガネとかに雨ビシャビシャかかって曇ってるけど、一生懸命リポートとかされてると思うんですけど、あれって基本的にはこういう防水ジャケットを着てることが多くて、まあ、そういう時によく着られてるような感じになってるので、雨降っても大丈夫やし、台風みたいに風が来ても大丈夫っていうことになってて、まあ、さらに例えばカッパとかも同じような機能やんけって思われる方いらっしゃると思うんですけど、カッパに関しては着てて確かに雨とか風は防げるんですけど、どうしても蒸れてきたりすることがあると思うんですが、こういうジャケットに関してはあくまでアウトドアでも着れるようにっていうことを考えてるので、例えばこういう服の上にパッて羽織ったりしても透湿性って言って、要はこのジャケットと体の間の表面温度っていうのをしっかり逃がしてくれたり、蒸れを逃がしてくれるっていうのが透湿性ってなってるんですが、この3つが揃ってる防水暴風透湿性っていうのがこういったジャケットには搭載されてるっていうのが同じような機能にはなってるんですが、ここからが若干違う部分っていうことになってるんですけども、まあ、これを知りたい方ってちょっと特殊というか、まあ、マニアックな方やと思うので、まあ、僕もちょっと気合入れてお話ししていこうかなと思うんですけども、もうパッと見が一緒やったらそれでええねんっていう方はもうこの辺で離脱してもらっていいと思うんですけど、ここからじゃあどう違うんかっていうとこう気になる方は見ていただければいいかなと思うんですが、まずどう違うんかっていうと、このゴアテックス、これからは、こちらのネイビーのことをゴアテックスって呼んで、こっちのニュートープ緑っぽい方をフューチャーライトっていう呼び方をしますので、それでいきたいなと思います。まずこのゴアテックスの方はですね、生地から見ていきたいんですけど、この生地がナイロンという生地を使われてて、このノースフェイスに限らずパタゴニアであろうがモンベルであろうが、いろんなアウトドアブランドでもゴアテックス使われてるんですが、基本的にはナイロンっていうのが普通になってて、まあナイロンっていうとよくテントとかの生地で採用されてたりだとか、あとまあ例えばパラシュートであったりだとかっていう、そういう丈夫でなければならないところっていうところによく使われてるのがこのナイロンっていう素材なんですけど、このナイロンを 100% 使われてるっていうのがゴアテックスの方に多いジャケットってことになってて、こちらのフューチャーライトの方の素材っていうのはナイロンではなくてポリエステルを使ってるってことになってて、ここが非常に大きく違うところになってて、でそうやって生地が違うことで何がちゃうのっていうことなんですけど、このナイロンの方に関しては先ほども言ったみたいにかなり丈夫に作られてるので、それこそ命がかかってるようなパラシュートとかも使われてるっていう話はしたんですが、その分強度があるとどうしても硬さとかが出てくるっていうのは仕方がない部分にはなってるんですけども、このポリエステルっていう方も同じように人工で作られた繊維にはなってるんですけども、まあ、これにはこれの特徴っていうのがあって、ポリエステルとかっていうのはよく速乾性があるとか、あと加工しやすいとか染色しやすいとか、あとプリーツって言って、よくスカートのプリーツっていう、わかりますかね、こうビラビラビラってなってるのあると思うんですけど、ああいうのとかも実はポリエステルを使ってることが多くて、熱で加工すればしっかりオリジワを作れたりだとか、染色も結構綺麗に入ったりとかっていうことで、ポリエステルっていうのは比較的加工とかに向いてるような繊維っていうのは、まあ有名は有名なんですけど、ナイロンに比べると丈夫さは少し劣るっていうところもあって、例えば擦れたりとか、あと生地自体の丈夫さっていうのはもちろんナイロンの方が強いんですけども、生地の丈夫さが劣るっていうことは逆にいいところを見れば柔らかさがあるってことになってるので、着心地とかはこういうポリエステルを使ったやつの方が良かったりするので、パッてイメージしてほしいんですけど、ジムとかの服ってこうテカテカした服多いと思うんですけど、ああいうのって実は動きやすいのでポリエステルが採用されてることがめちゃくちゃ多くて、あんまりナイロンの服っていうのは少ないんですけど、逆に外で活動されたり
外で作業されてる方とかの仕事の方とかっていうのは結構このナイロンを使われてることが多かったりするので、まず生地が違うくてナイロンとポリエステルを使ってる。でポリエステルっていうのは強度はちょっと下がるけども加工がしやすかったりだとか、まあ、着心地が柔らかかったりするっていうのが特徴であるっていうのがこのフューチャーライトになってます。で次がですね、この防水の生地の話になってくるんですけど、こちら両方とも3レイヤーっていう名前になってて、ちょっとここから難しくなってきたって感じだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。この生地自体がですね、普通に1枚に多分見えると思うんですけど、よくよく見てみたらこの表の生地とこの裏側の生地とその間にもう1枚生地を挟んでるんですが、それが3枚あるので表真ん中裏っていうことで3レイヤーとか3層とか 3L って呼ばれたりするんですけど、この真ん中の部分っていうのが、このゴアテックスの名前はメンブレン、あの膜っていうぐらい薄いやつなんですけど、メンブレンって言われてて、こっちの方はですねメンブレンとは呼ばなくてシート状って言ってるんですけど、シート状にコーティングしたものって書いてあるので、その辺はちょっと違うんですが、それがどういう風に違うのかっていうと、こっちの膜メンブレンの方に関しては素材自体がフッ素系樹脂っていう素材を使ってるので、これはちょっとややこしいかもしれないですけど、でまあとにかく何っていうと丈夫で、その代わり硬い、そして劣化しないっていうのがこのゴアテックスの特徴になっているので、例えば10年着ようが15年着ようが生地自体が劣化していくっていうことはないっていうことになってて、もちろん生地を接着してる部分が劣化したり、このジップの部分が劣化したりすることはあったとしても、その真ん中に挟まれている防水の生地の膜メンブレンが劣化することがないっていうのはこのゴアテックスの特徴になってます。で逆にこっち側のフューチャーライトの方のシート状のコーティングっていうのはどういうものかっていうと、こっちはフッ素系樹脂ではなくてポリウレタンというコーティング剤が使われているので、このポリウレタンの特徴としては柔らかくてストレッチ性があるんですけども、劣化するっていう特徴があるので、ここがまずそもそも見た目は一緒なんですけど、防水の生地材が大きく違うところになってて、素材が何を使われてるんですかっていうと、こっちは劣化しないフッ素系樹脂っていうものを使われてますと。これは理科好きな方からしたらあーってなると思うんですけど、僕理科得意じゃないのでこの辺はちょっと微妙なラインなんですけど、化学原子が出てきたらポカーンとするんですけど、一応そういう風にこれに関しては劣化しないフッ素系樹脂を使われてますよと。でこっちに関しては劣化するポリウレタンという素材が使われてるっていうのが違いになってます。で次の違いっていうのはこれ構造の違いになってるんですけども、こっちのゴアテックスの方はですね、先ほど言ったみたいにメンブレンって言ってて、要はもう膜になってて、完全な、まあ、膜って言っても生地なんですけど、もう生地になっちゃってるっていうのと、こっちに関してはコーティングを上乗せしてシート状にしてるっていうので、全く全然違うもので、フューチャーライトに関しては生地ではなくてコーティングを何重にも何重にも重ねていくから層になってシート状になってるだけであって、生地を挟んでるわけではないっていうのが構造として大きく違うところで、結局挟んでるという現実は一緒なんですけど、挟んでるものが膜なのかそれともコーティングされたものなのかっていうのが違うってことになってるので、それが今回ノースウェスで初めて行われた技術になってて、今までコーティングポリウレタンでコーティングしてる防水ジャケットっていっぱいあるんですけど、それはどういう風な形でやってたかっていうと、基本的にはこのゴアテックスは先ほど言ったみたいにメンブレンで使われてるのもずっと一緒なんですけど、このフューチャーライトが出る前の各アウトドアブランドが出してた防水生地っていうのはですね、よく2.5 層って言ったりするんですけど、 2.5 層っていうのはあれ、さっき3層って1、2、3層やったら分かるけど、 2.5 の点5ってなんやねんって感じだと思うんですけど、それ何かっていうと、表の生地そして真ん中は何も挟まず裏の生地っていうのすぐ来て、表と裏をガッチャンするだけで真ん中挟んでないんですけど、一番最後の裏地の肌に当たる部分っていうのをコーティングしてるんですよね。それがポリウレタンでコーティングしてるので 2.5、 要はコーティングを点5扱いしてるので 2.5 っていうんですけど、そういう形でしか今まで防水生地っていうのは作れなかったんですが、今回ノースウェス初めてそのコーティングを真ん中に挟んだっていうところが結構注目的なところやって、まあ、挟んじゃうことによってどんなことが起きるんかっていうと、今まで挟んでなくて内側にコーティングしてただけやから劣化したんですよ。でボロボロ剥がれてきたりしたんですけど、これ挟んじゃったらあのサンドイッチみたいなもんでグー出てこーへんのちゃうみたいな感じの、あの卵を中に突っ込んでパーンってやったら卵飛び散らんやんみたいな感じの、まあ、卵サンドイッチが好きじゃない方からしたらキャベツでもいいんですけど、キャベツの中に掘り込んでパンで挟んじゃったらあのトランプの時でも食べれるやんみたいな、そのまあちょっとわけわからないんですけど、そういう風に挟んじゃうっていうのが今回初めてフューチャーライトで新しい技術になってるので、今までにない防水生地っていうのがこのフューチャーライトになってます。まあこれで今ちょっとサンドイッチの話よくわからなくなったかもしれないんですけど、一応そういう流れになってるので、でじゃあ劣化すんのっていうところになってくると、これに関してはちゃんと挟んであるので見た目の劣化はないっていうことになってて、ゴアテックスに関してはもともと劣化ないっていう話はずっとしてるんですけど、劣化がないっていう感じなんですが、こっちのフューチャーライトに関しては挟んじゃってるので劣化が起きたとしてもわからないっていうことで、
僕以前このドリズルジャケット紹介した時も言ったんですけど、家ってパッと見劣化してるかわからないと思うんですけど、これ綺麗やんこの家って言っても、これ実はな築20年やねんってドヤ顔する時あると思うんですけど、あれって実は解体とかしたりしたら、こう柱とか見たら結構シロアリに食われてたりとかすることってあると思うんですけど、外見的には劣化してるかわからへんけど、ようよう解体したら中見るめっちゃ劣化してるやんってあると思うんですが、そんな感じでこれに関しては外見の劣化っていうのは多分見えないと思うんですけど、中身に関しては劣化する素材は使われてるので、おそらく劣化するんじゃないかなっていうのが僕個人的な考えで、まだこのジャケットも出て1年しか経ってないので、劣化するまで持ってる人がいてないので、そこに関してはちょっとわからないんですけど、あくまで僕の予想としてはおそらく劣化しないんじゃないかなというのが見た目の予想にはなってるんですが、まあ、中身が劣化するんじゃないかなというふうには思っております。で、次はですね、着心地っていうところなんですけど、これは最初にも言ったみたいに、こっちの方がどっちかって柔らかい、これ実際触ってみても柔らかいんですよね。柔らかい素材になってて、こっちなんかちょっとだけ硬い感じになってて、クライムライトとフューチャードリズルジャケットに関しては生地の分厚さが違うので、一概には言えないんですけど、そもそもの生地の質感から同じ厚さを使ってたとしても、こっちは柔らかい、こっちは少し硬いっていうのが特徴的であったりします。そして次が一番大事な部分の蒸れっていうことなんですけど、蒸れってこの中にこう汗が溜まってきたりして熱いなっていうのはあると思うんですけど、それがどう違うのかっていうところなんですが、その蒸れっていうのが透湿性っていう言葉を言うんですけど、まあそれはですね、アウトドアとかそういう製品の中では結構有名なところで、透湿性といえば蒸れを放出してくれるっていう数値とかがあったりするんですけど、それはゴアテックスは結構数値的には高い数値を持ってて、今までゴアテックスを超えるものっていうのはなかったっていう感じになってて、逆にこっちのフューチャーライトの方に関しては正式に数値が発表されてないので全然わからないんですけども、着た感じの感覚としてお話しさせてもらいたいんですけど、それは何かというと、こっちのフューチャーライトに関してはめちゃくちゃ透湿性があるというか、蒸れがなくなってるっていう感じで、こっちに関しては少しやっぱり蒸れっていうかちょっと厚なってくる感じはあるので、着てるだけで感じるってことは多分数値にしたらだいぶ違うと思うんですけど、その透湿性に関してはこっちの方が頭一つ抜けてるんじゃないかなっていうのが感覚としてあって、一応どういう原理で蒸れがなくなっていくんかっていうのを結構明確的にあってですね、こっちのゴアテックスの方に関してはジャケットの中にこうやって例えば手とか突っ込んだりしたら、ここの手が熱くなってくるじゃないですか。で、この手が熱くなってきて、この服の中は例えば30度ありますと、でもここの外の空気も30度ぐらいありますってなったら、この中にずっと熱気っていうのがこもった状態のまま、だから温度は別にどっちも一緒なんですけど、熱気に関してはここはずっとある状態になってて、でゴアテックスで放出しようとすると外の外気温の差を必要とするので、例えばここの外は例えば今が真冬だとして、もう部屋今ここマイナスなんですと、でこの手の中だけ、このジャケットの中の手の部分だけ30度ありますってなったら、熱は外へ逃げていくような形になるので、必然的に蒸れっていうのがないような仕組みっていうのがゴアテックスの仕組みになっているので、あくまで外気温と中の温度差っていうのが利用されて蒸れが逃げていくっていう仕組みにはなっているので、特に梅雨時期とか若干弱さがあるっていうか、まあもともと登山用として使われているので、登山用ってやっぱり登山ってこう上に行けば行くほどどんどん気温下がっていくと思うんですけど、そうなってくると着てるジャケットの中の温度と山の上の気温って温度差があるので、必然的に勝手に群れが逃げていくっていうような流れになってたり、あと南極大陸とかもそうだと思うんですけど、外はめちゃくちゃ凍ってて寒いのに服の中だけ40度とか30度とかあるから、必然的に群れがこう逃げていくような仕組みになってるんですが、こっちのジャケットっていうのは温度差は関係なくて、この空気が通る穴っていうのがですね、ゴアテックスよりも不規則に大きいので、例えば外が40度であろうが、外がマイナスであろうが、登山であろうが、南極大陸であろうが、この街中であろうが、関係なくしっかり蒸れを逃がしてくれるっていうのがこちらのフューチャーライトっていうことになってて、まあなので数値は公表されてないとしても、来ただけで全然違うっていうのがもう体感できるぐらい蒸れを放出してくれる違いになってるということになってます。もちろんゴアテックスも蒸れを逃がしてくれる数値は高いのは高いんですけども、あくまでそれは条件が整わないとその蒸れは逃げないんですが、こっちに関してはどんな条件であっても一定の蒸れを放出してくれるっていうことになってるので、登山とか特殊な環境だけじゃなくて、日常生活とかの特に梅雨時期ですよね、ジメジメしてもうなんか湿度も60度70度あってあっちって言ってる時も、こう着てるか着てへんかっていう違いがあんまりないような、まあちょっとそこまで言ったら言い過ぎかもしれないですけど、まあそれに近いぐらいの感覚で透湿性がいい、まあ要は通気性、蒸れが逃げるっていうことになってるっていうのがもう大きな違いということになってます。まあ、なのでざっとまとめていくと、まず生地が違いますよというお話はしたんですけど、ナイロンとポリエステルだから結局こっちのフューチャーライトの方が柔らかい、
ゴアテックスの方が少し硬いっていう特徴があったりだとか、あと挟んでるものが違いますよと、こっちはメンブレンって言って、ゴアテックスの方がメンブレンって言って膜みたいなものを挟んでるんですけど、このフューチャーライトの方はシート状のコーティングしたものを挟んでるので、もともと挟んでるものが違いますよと。で、挟んでるものの素材もゴアテックスの方はフッ素系樹脂と言って劣化はしなくて強度のあるタイプで、その代わりちょっと硬さがあるっていうので、逆にフューチャーライトの方はポリウレタンなので柔らかかったりストレッチ性はあるんですけども、まあ、劣化しちゃうっていうのが今まではちょっと残念なところではあったんですが、今回からノースフェイス、このフューチャーライトの画期的な部分って何かっていうと、それが劣化しないような作りになったんじゃないかっていうところが非常に注目が浴びてるところになってるので、そこが今までのジャケットと大きな違いということになってます。そしてそれによって経年劣化、ボロボロ生地が取れてきたりとかめくれてきたりすることが今まではあったんですが、おそらくこのフューチャーライトからなくなってもおかしくないよねっていうところであったりとか、もちろんゴアテックスは全く劣化しないんですけど、まあ、そういうところであったりだとか、まあ、最後の言ってた透湿性、蒸れの逃げ方っていうのが明らかに街で使うんやったらこっちの方がちょっと頭一つ抜けてると思いますよっていうところであったり、ゴアテックスの方はより登山とかその外の気温が寒い時の方が使いやすいんじゃないですかっていうところのお話をしたんですけども、まあ、今までお話ししたのがあくまで構造というか基本的なところにはなってるんですが、もちろん比較しきれない部分っていうのもあって、例えば耐水圧、水がどんだけかかっても濡れないっていうのが、もしかしたらフューチャーライトの方は数値がそんなに高くないかもしれないですし、ゴアテックスの方がやっぱり上回ってるってなるかもしれないですし、まあその辺に関してはちょっとわからない部分も今は多いんですけども、もう僕が今現時点でわかってる範囲っていうところのお話をさせてもらって、まあ自分が感じたことであったり、あとは構造であったりとかっていうところの、まあ事実の部分であったりっていうのをお話しさせてもらったんですけども、まあただですね、このドリズルジャケットの時も言ったんですけど、値段が高いっていうことになってて、ゴアテックスはまあ世界的に有名やからまあまだわかるけども、フューチャーライトはノースフェイスだけしか扱ってないのに、それにしては値段高いなっていうことで、これが両方とも3万円ぐらいで購入できる感じで、一応クライムの方は3万3000円で、ドリズルジャケットの方は2万9500円ぐらいやったと思うんですけど、まあ大体同じような値段なんですが、こちらのゴアテックスのクライムライトジャケットはですね、他のアウトドアブランドを見返しても結構これ高いなっていうぐらい3万3000円って高いんですけど、他とかやったら1万円台とか2万円台とかで買えるのが結構多かったりするんですが、これに関してはゴアテックス使ってへんのにあんま変わらん値段で来るかっていうぐらい高かったんで、まあ、その辺はこの構造を考えたら普通やでっていう人もいてれば、まあ、群れ逃げんやと全然ええやんっていう方もいらっしゃると思いますし、いやゴアと値段張るんはちょっとなっていう方もいらっしゃると思うので、まあ一緒それぞれ考え方はあると思うんですけど、まあ、これが僕が今現時点で考えるフューチャーライトとゴアテックスの違いかなというふうには思います。はい、ということになってですね、まあ、途中ちょっと難しい言葉とかいろいろ出てきたんですけども、まああくまでもですね、僕はですね別に科学者でも何でもないですし、アパレル店員でもバイヤーでも何でもないので、ただの服好きのおっさんが話してるというふうに思ってもらえばいいと思うんですが、まあ、これから店頭とかでプロの方が喋られるのは間違いないとは思うんですが、まあ、洋服好きのおっさんとしてはもうこういう見解かなというふうには思います。はい、ということになってますので、各ジャケットの詳細とか知りたい方はですね、動画説明欄に過去に僕が喋ってる動画貼っときますので、気になる方は見ていただければなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね、ゴアテックスとフューチャーライトの違いについてお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。